皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。コロナウイルスで一体全体この1年間広島葬儀がどういうふうになったのかなということを今日ふっと改めて考えてみました。考えてみたいうてもですね、コロナでちょうど去年の4月の今日5日ですけど、本当あの頃はですね、私ちょうど覚えてます。ちょうど山陽本線の電車乗ってですね、ちょっとある、広島の廿日市とこ行かねえけんかって乗ったらガラガラじゃったんですね。でマスクもして、なんかちょうどもう広島駅が閑散としとった土曜日というのを思い出しました。ここからゴールデンウィークあたりまだ広島感染者出てませんでしたけど、その頃葬儀もねどういうふうにしたらいいんじゃろうかいうことでもう試行錯誤で厚生労働省のホームページ見たり、いろんな、広島県の方へ問い合わせたりですね、いろいろこうしたのを思い出しました。ちょうどある県議会議員の方が地元におられて、その方にたまたまお会いすることがあった時に、どうなるんですかねって聞いたんですね。でちょうど県の対応をちょっと聞いてみましょうということで県の回答を出してもらったんですが、当時この感染症の二類型いうのに指定されておったんですね。でこの二類型いうのがやっぱり未だに尾を引いとんじゃないかなと思います。これは志村けんさんが亡くなられたあの衝撃的なシーンいうのがですね、後に身内が危ない状態になっておられた方が自分のとこもひょっとしたらああなるんじゃなかろうかいう不安結構持たれとったのも事実なんですね。で実際問題葬儀するにあたって以前は葬儀の費用どのぐらいかかりますかと言ってほとんどの方が第一声で言われとったのが、コロナウイルスで葬儀どういうようにしたらいいんでしょうかと。実際問題コロナで亡くなったわけでもコロナにかかっとるわけでもないんですけど、こういう集団で密になったらいけんということで非常に当時はですね情報がなさすぎたんと、コロナウイルスイコール死みたいな話になっとったんですね。でやっぱりこの我々もどうしていいかわからんと。で実際病院なんかでもですねもう関係者以外立ち入り禁止というような状況で、ある病院なんかはもう病室まで亡くなった方を迎えに上がっておった病棟がもう上まで上がってもらうとちょっと何かあったらいけんということで、やっぱり私ら外部の人間はですねどういうんですか、その病院のまあ一室を借りてでご遺体を搬送するという、そういうふうに病院の方もすごく心血かれておりました。本当何もかもがもう大ごとの状況の中で、やっぱり先ほど言いました志村けんさんの映像に流れた時にですね、葬式もできない、家族が火葬場にも立ち会えない、まあこういう状況がして感染症の二類がたい恐ろしさやなと思ったんです。今考えたらなんで厚生労働省が早めにそういうふうに二類がたいうふうにしてしまうたんか、おそらくこれは二類型にしてもしてしまったばっかりにですね、未だにコロナウイルスで亡くなった方、実は他の病気が主の原因であってもですね、コロナに感染したがばっかりにコロナが、死亡原因になると、こういうケースというのがおそらく多いんじゃ思うんですね。そうなるともうすぐに火葬場へ行って火葬せねえけんと、家族親族の立ち会いも未だに広島ではまだ難しいと、こういう状況になっておりますが、これは全て二類型に指定された影響じゃ思います。これが5年先10年先にですね普通の風邪のウイルスと変わらんかったと、実際コロナで直接コロナウイルスにかかって亡くなった人というのは、どこまで発表されるか分かりませんが、何らかのやっぱり大きな病気で体の抵抗力を失われとって、それでもってそのコロナウイルスの、に感染したばっかりに、どういうんですか他の病気がですね悪化したと、でもコロナで陽性だからコロナウイルスで死亡、こういう状況で、来ておりますから、なかなかこの二類型いうのがですね解除したくてもできんのじゃないかなと、普通の病気に風邪とかインフルエンザでも二類型までいってませんが、
実際問題インフルエンザの方が死亡率というのは非常に高いわけで、このコロナウイルスがですね、いつまでこの二類型にあるんかなと。二類型にあることによってやっぱり通常の葬儀をするというのは難しい。これもし解除してしまうと、今コロナウイルスで亡くなった方がやっぱり怒りの表現というのが強くなるんかなと、そういうことをですね、この1年経っていろいろ思うわけですね。実際徐々に広島はですね、今普通の生活に戻りつつあります。葬式もですね、徐々に緩和されてくる傾向にないとは言えません。しかしながらですね、やっぱりうちで先日も葬儀をされたお宅の方ははっきり言われましたが、もう、ずいぶん前から容態は悪かったけども、たとえ何があってもやっぱりこのコロナに影響があったから、もう本当うちうちで葬儀しよう、これはいつ亡くなってももうそういう考えで、うちはおろうと思いましたと言われておりました。そういうふうに未だにですね、やっぱりコロナウイルスのこと、やっぱりマスクが外せないこういう生活スタイルになっておる。そして手指の消毒というのが未だに言われております。こういったことをもろもろ考えるとですね、完全なるコロナウイルスの終わりというのはおそらくこれから先もないでしょうし、葬式そして後に続く法要、こういったものもですね、一度こういう状態になったのが一気に元に戻ると、多人数にね、たくさん人を集めて行うというのはですね、まだまだ先のことになるのかなと。完全にはですね、中にはやっぱりされる方もおってと思います。というのはやっぱりそれだけコロナウイルスに対してですね、やっぱり多くの方、やっぱり皆さん考え方が全部違うわけですから、わしはもう関係ないよという人も当然おってし、そうか言って、いやうちはそういうわけにいかんと。だからその家族の方がですね、やっぱり思われても、今度は親戚の方もまた意見が違ういうことはようあるんですね。ですからもうマスクをしながら葬儀に参列、そして密にはならないというところはですね、やっぱり各々皆さんがやっぱり今でも頭から離れるんだろうと思います。というのはやっぱり1年間これだけ大騒ぎになったもんですから、やっぱり一気に解除というのはですね、例えば政府の方とかそういう首長がですね、もう大丈夫よと、例えば広島は大丈夫ですと言うてもですね、なかなかじゃあその保証はどこにあるんやというぐらい、この1年間みんなが報道とかそういういろんな周りの現実とかいろんな人の話からインターネット含めてですね、いろんなもんでやっぱりどれが真実なんやということが結局はわからんがって、最終的にはですね、この現場に勤めている我々葬儀業者から感染者が出んかったというのが、またこれ不思議な話じゃあるんです。たとえ本当はですね、葬儀業者から感染者が出てもおかしなかったのと、それが実際問題、葬儀業者から感染者が出ておらないと、ここの現実をですね、よくよく、考えていただきながら、実際問題、その亡くなった人が本当はあくまで非透過性のビニール袋、に入れたりですね、もう、うちもですね、やっぱりある程度どういうんですか、そのいろんな不特定多数の人がやっぱり出入りされるわけですから、この1月にですね、消毒、館内消毒、そして霊柩車の消毒、やっぱりやるだけのことはやりました。これがですね、逆に言うたらこれコロナが秋総裁出たんじゃないかというような噂もちょろっと出たりしましたが、そうじゃなくて、出たとか出んとかいう話じゃなくてですね、とにかくここまでやるべきことはやっとこうと。実際コロナがあったことによって、もうコロナ対策費用のは相当お金かけました。本当ここまでうちの会社でもかけるんかいうぐらい、かけましたが、これに対する助成のは全くなかった。これは別問題です。なかったですが、でもやっぱりやったいのはですね、それだけうちはここまでやっておりますよと。やっぱりそれだけいろんな多くの人がですね来られる、そして亡くなった方もおられる。亡くなったというのはね、コロナで亡くなったじゃなくて、やっぱりそういう個人をね受け入れる、そういういろんな意味でですね安心してもらわんといけん。でうちへ来るのが初めていう方ばっかりです、毎回が。そうなるとこの会場どういうふうにしてあるんだろうかいうこともやっぱり気になってじゃろう思います。
そういう意味で館内にちゃんと消毒しましたよというシールも消毒済みのですね、そういったものもやって、ちょっとでも子供を追っていただく時間に安心をしてもらわなきゃ、そういう意味ではこの1年間にはですね、本当試行錯誤の中でやれるだけのことはやろうと。でどれが正しい言うても、これが正しいんだろうのいう自分では自信持っとってもですね、やっぱり揺らぐことでありました。それぐらいですね、このウイルスが10年後にですね、普通の風邪、普通の病気と変わらんかったよと、いうふうになるのかどうか、それは何とも言えんですけど、おいだけどもこの1年間いうのはですね、多くの人を不安に陥れて、実際問題葬儀そして法事というものも大きく変わってきました。今後もですね、ある程度どういうかな、人数は少なくなっていくいう前提の中でもですね、やっぱり唯一私葬儀を追って、救いだったのは、やっぱりちゃんとお寺さんを呼ばれて通夜とか葬儀をされる、そういうたとえ人数少なくなってもですね、そういうふうにされるという人が、多かった。そこだけはですね、やっぱり譲れないようんじゃないですが、そこをやったら葬式じゃないよいうふうに考えておられる方が多かったというのがですね、こう実感として残っております。今日も長々と、このコロナのお話をさせていただきましたが、コロナウイルスでこの1年振り返っていろんなことがありました。行政からも指示が出ました。しかしながらですね、今のところちょっと落ち着きを取り戻した状態で、一日も早くですね、平和な、世の中になること、そして今後こういうことがあってもですね、みんながやっぱり強い気持ちを持ってね、生きていけるような環境いうのをね、やっぱり今回のコロナで学んだんじゃなかろうか思います。ということで今日はコロナウイルスで1年経ったこの葬儀の事情というかですね、ちょっと私なりに思うことを話をさせていただきました。以上でございます。